皆さん、こんにちは。今日は宮中の中で神様に助けられた話をテーマにお話しさせていただきます。えー、私はですね、えーまあ、コールセンター、牧師の仕事の他にコールセンターや、えー、音響ですね、あとはまた照明などの、えー、舞台のですね、えー、お仕事をしていたりします、えー。そしてですね、ある時にですね、えー、現代舞踊のですね、えー、公演、 がありまして、えー、本番が2日あるんですけども、えー、その1日にですね、どうしても、その仕事を受けたメインの音響さんがですね、仕事に、えー、別の仕事が入っていて、いけないということで、私にですね、お願いできないかということで、えー、その音響の仕事をですね、引き受けることにしました。まあ、ですので、えっ、ー、と、本番に向けてですね、あのー、稽古に出向いて、 えー、そのきっかけをですね、えー、その、あの、まあ、ストーリーに沿った、あの、ダンスになるので、あの、まあ、セリフがあったりとかいうことではないんですけれども、きっかけで音を出していかなくてはいけないので、まあ、リハーサルにですね、顔を出したりとか、することになりました。えー、そしてですね、まあ、なかなか、なんか久しぶりの公演というか、その、 お題というかテーマはですね、演目は久しぶりだったみたいで、えっと、練習のたびにですね、ちょっときっかけが微妙に変わっていくんですね。で、本番記本番で使う機材というのも、直前までですね、私の手元に来ませんで、なかなか練習っていうのができなかったんですね。そして、いよいよ本番直前の最後の練習ということになったんですけれども、 えー、その時にですね、まあ、どういったことかになったかと言いますと、四、えーまあ、43歳、当時は1、2年前だと42歳ぐらいだったと思うんですけども、まあ、久しぶりにですね、まあ大人になってこう初めて、えー、というか、まあ、東京に来てからは初めてあの、心の、心が折れる音が聞こえてきたというのはですね、散々な、 結果となっっててししままいました、まあ、いた理由はくつかあってですね、まあ、きっかけが変わっていたことと、まあ、その私が機材をですねあの準備機材に慣れてなかったっていうところがあったんですねでもうボロボロでですねもう,もう目も当てられない状況だったんですけれどもまあなんとかその日帰ってくることができましてまああのそこのダンサーの方とか演出の方ですね ま、本番、これで大丈夫なのかな、ということは、心底不安になられたと思います。で、それでですね、ま、私は、あの、クリシャンで、聖書のですね、神様は生きて働いておられて、犬に応えてくださるっていうことを知っていますので、ま、聖書にですね、その中で全てのことについて感謝するようにということを、 あの、教えてくださっていますので、まずですね、まあ、悔い改めて、ちゃんと準備ができてなかったことを悔い改めて、また感謝してですね、神様にこれちゃんと全うできるように祈りました。で、こう、二日公演の一日目が私の担当だったんですね。で、えー、私が失敗すると私に仕事を振った方の顔に泥を塗ることがなってしまいますので、まあ、そういったこともですね、やはり、あの、こ できないので、まあ、とにかくですね、神様に感謝して、あの、祈ってですね、えー、すがりましたで。それがですね、本番の、えー、7、6日ぐらい前の話なんですよね。で、そのまま本番に、えー、あその間に1回だけ練習にもう1回行って、本番に臨んだという形になるんですけれども、まあ、結果どうだったかというとですね、あの、ほぼノーミスで、あの、終えることができました。 で、まあもう奇跡に私からすればですね、まあそんな状況の中でやりきれること自体がですね、もうなかなか難しい状況であったんですけれども、えー、本当にですね、本番、もちろん適度な緊張はあったんですけども、神様が最後までですね、守ってくださって、その本番のですね、音響をやるという大役を神様が最初から最後まで守ってくださいました。で私の人生にとってもですね、非常になんか思い出深い、 ええこととなってですね、本当に大変だったことと、そこから神様が助けてくださったことというのをですね、本当に神様に感謝しています。最後まで聞いてくださったことありがとうございます。